こんにちは、ミニコです。今回のテーマは親の年収と教育格差について。早速ですが問題です。よく学歴なんて関係ないと言われますが、何に関係ないのでしょうか？例えば学歴なんて人間性に関係ない、これは大正解ですね。あとは学歴なんて見た目に関係ない、これも大正解。一方で学歴なんて年収に関係ない、これはどうでしょう？悲しいことにこれは残酷なデータがあります。こちらをご覧ください。明らかに中学卒の方よりも大学院卒の方の方が年収が高いですね。その差なんと300万円以上。客観的なデータが学歴は年収に関係ある、なんなら学歴による年収格差は大きいと語っているわけです。もちろん個々人にスポットを当てると、東大卒の方よりも中学卒の方の方が年収が高いケースなんていくらでもありますけどね。次に見ていただきたいのはこちら、世帯年収別に見た子供1人当たりにいくら教育費をかけているかのデータです。ご覧いただくと分かるように、世帯年収800万円以上のご家庭は子供が小学校6年生の時に平均して月におよそ2万5000円の教育費をかけています。一方で世帯年収500万円未満のご家庭は月1万円くらい。子供がおいくつでも、世帯年収が500万円未満と800万円以上のご家庭では1人にかける月の教育費にだいたい1万5000円ぐらいの差があるのです。データとして年収が高いほど教育にかけるお金は高いと示されているわけですね。次にこちらをご覧ください。世帯年収別の高校卒業後の進路のデータです。世帯年収が高いほど大学進学率が高いということが示されています。世帯年収が子どもの学歴に影響を与えているということが想像できますね。この一連のデータから予測できるのは、まず私たちの学歴が年収に影響を与え、その年収が子どもの教育費、そして学歴に影響を与え、その子の学歴がその子の年収に影響を与え、というように少なからず影響を与え続けるということではないでしょうか。子どもの教育機会に差があるというとても残酷な話です。余談ですが、よく東大生にピアノを習っている人が多いと聞きますが、ピアノをすると頭が良くなるということ以外にも、ピアノを習わせられる余裕のあるご家庭の教育水準が高いとも言えるのかもしれないですね。話を戻しましょう。ちなみに当たり前ですが、この教育機会の差は親の課題ではありません。すべての親御様はこのデータで自分のことを責めるなんて絶対にしないでください。教育機会の差なんて国の問題だと個人的には思います。ちなみに教育機関に対する国の対 GDP 支出は OECD 平均が 4.1% のところ、日本は 2.9% と低水準です。日本は有権者が高齢ということもありますが、教育への投資が不足しているのではと疑問視する声もあります。これに対し財務省は、ご覧の通り日本は少子高齢化で子どもの割合が少ないから対 GDP 比で見ると少ないだけだと言っていますね。とまあこのように教育投資や格差の是正は国が対処すべき問題だと思いますが、私たちには何ができるでしょう。幸いにも私たちはネットのおかげで無料で学んだり、有益な情報をゲットできるわけですから、こういうネットの優しい部分を広げられたらいいなと個人的に願っています。それぞれが持っている優れた知見を出し合って、子どもなどにいろいろな情報を与えることができれば良い世の中になっていくのかなと思うわけです。平等にはスタートは用意どんで平等、ゴールはバラバラというチャンスの平等と、スタートはバラバラ、ゴールはみんな一緒にという結果の平等の2種類がありますね。教育は人によって何を学びたいかはバラバラなので、ゴールを皆同じにはなかなかできません。なのでせめてスタートは同じにしてあげたい、教育のチャンスは平等であってほしいなと思うわけです。塾に行ける子行けない子、本を買ってもらえる子買ってもらえない子、音楽鑑賞をできる子できない子、このように家庭環境によって教育のチャンスが均等でなくなっている現実があり、それが連鎖している。この連鎖を Wi-Fi が断ち切る日が訪れますように。それでは今回はここまで。失礼いたします。